本作は太平洋戦争の始まる1941年から1944年にかけて発表された国によする連作のうちの一点です。この連作で粒子は日本六十余の姿を時代性とともに描くことを目指しました本作に描かれているのは1943年4月に戦死した海軍大将山本五十六です。 イソロクが長岡出身であることから本作では人物によって越後の国を表すことが試みられています画面に表されたコンパスを片手に地球儀と地図を前に案ずるイソロクの姿についてリュ氏は写真にヒントを得ての制作であると述べており同構図の写真がリュウ式年間にも残されています 作品と見比べてみると、軍服に違いがあり、イソロクがソロモン諸島で亡くなったことを考慮してか、作品には熱帯で着用されていた白い軍服の姿で描かれている点に、劉氏の創意を読み取ることができます。劉氏は、本作にイソロクへの鎮魂の思いを込める一方、展覧会目録の地球儀と題されたエッセイでは、 日本のの戦火に対してのそらぞらしててらいい態度すら見せています。見せま作品中の地球儀の赤く色分けされた日本領について「なんとか米英戦力を駆逐した日本食の地球儀の速やかに出現することが望ましい」と劉氏は語りつつも「不用意にも今日本食と,とことにしたがこれを敵側が利用すれば」 日本の野望ということとになると戦争への一末の疑念を劉氏は呈していますこの疑念は翌年の1944年に発表される国によする連作の最終作となった「怒る富士駿河」において太平洋戦争末期の破局的な状況に対する怒りという爆発的感情となって作品化されます。